はアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1918年、ニューヨーク市でユダヤ系の家庭に生まれる。高校時代から演技を学び始め、ボードビルとしてキャリアをスタートさせる。しばらくして第二次世界大戦が勃発すると一時キャリアを中断して従軍。大戦後は再びボードビルの世界へ戻り、クラブのステージやセレモニーの盛り上げ役として、 本格的に活動を再開させた。それからはキャリアを重ねていき、1950年代初期、あたりから徐々にテレビや映画などへの露出も増加。バラエティ番組やトーク番組などへものきなみゲスト出演を果たし、徐々にその名も知られていった。次第に司会業へも進出し、1960代にはタレント賞という番組でホストも務めている。 映画などへの出演でも知られており、1988年に制作されたアニメと実写を併合したロバート・ゼメキス監督のロジャー・ラビットでは物語のキーパーソンともなるマービン・アクメを危機として演じていた。これまで二度の結婚歴があり、最初の妻、ジャンヌ・アートソンとは1961年に結婚するも翌年に離婚。その後、アンジェラ・ブレイスウェルと再婚して、 ケイが死去する1997年まで夫婦関係が続いた。1997年、肺がんのため死去。79歳だった。ありがとうございます。